上げ上がるイコールお客様に支持されるっていう美容師さんのポイントっていうのは、顔周りのデザインをしっかり自分がイメージした通りに技術に落とせるっていう人じゃないかなと思います。前髪をパツッとくるだけでも印象が変わってしまいますし、また、少しした、カットの仕方で、肌の露出度っていうのも変化します。お客様のニーズに合わせた場合に、ニューブロッキングという考え方をボンドカッティングアカデミーでは提唱しています。前髪の構成、サイドの構成、トップの構成、まず顔周りを考えた場合にこの3つを1つずつパーツごとに、つまり部分的に分析をしていきながら似合わせに近づいていくということを提唱しています。このサンプルのウィッグの方をご覧いただければ、まず前髪にあたる面積のブロッキングをブルーで染めています。トップセクションの部分に関してはレッドで染めています。サイドに関してはブラックのまま残しています。こちら側は G、 こちら側は L のベースです。顔周りにかかるブルーの影響力を見てみると、 G ベースで切った前髪っていうのはかなりの影響力があります。また L の方を見ていただければ、非常に前髪だけのパーツの影響があるっていうことが言えます。また両サイドに関してなんですけど、 G の場合は当然上の長さがかぶってきますから、だからほとんどブラックの部分が見えなくなります。ところが L ベースのブラックっていうのはかなり目立つということがわかります。つまり首まで影響するし、顎から、この耳周りまで影響しやすいっていうことがよくわかります。最後にこのトップセクションに関してなんですけども、この赤で示している L っていうのは実はこのように顔周りまで影響力がかなりあるっていうことがわかります。 G の場合は前髪の面積の方が占領しますので、直接的に顔周りに影響はないんですが、顔周りを演出するボリュームコントロールにとても重要なエリアになります。このように G ベースや L ベースによってパーツの働き方が異なります。そのことを踏まえて設計図に落とし込むことがとても重要になります。では具体的にこの3つのスタイルがニューブロッキングの構成に当てはめた場合に解説をさせていただきます。こちらのスタイルは前髪に関しては目の瞳、チークが透けているのでハイレイヤーの L、 こちらはあまり透け感がさほどないのでサイドはセームレイヤー気味の L、 トップに関しては十二分にウエイトがあります。ただしあまりバックに比べて膨らみがないのでG ベースのそぎで L というふうにパーツごとに解読をしていきます。真ん中のスタイルです。前髪がウエイトが残りっぱなしなので G なんですけども、毛先の部分だけ見ると若干の透け感があります。ということは毛先のみが L でそがれている可能性が十分に考えられます。また両サイドを見たときにウエイトの残り方を見た場合に、こちらの方はセームレイヤー気味の L っていうことが解読できます。こちらはあまりボリュームがないものですからハイレイヤー気味の L で切ってるというふうに解読していけば非常に分かりやすいと思います。またこのトップセクションに関してはあまり丸みがないので L ベースプラス毛束感や動きが見受けられますのでゾーニングで L というふうに解読をしていきます。3つ目のスタイルです。こちらのスタイルはバンク、トップはハイレイヤー気味の L、 それで
かなりの透け感を演出をしています。サイドに関しては G ベースで切られた後にスライドカットやゾーニングでコントロールしている場合も考えられますし、ベースのカットの時点でウエイトを残り気味の L で切っている場合も考えられます。このようにニューブロッキングを用いて一つ一つのパーツを、パーツごとに、考えることによりスタイルの解読はしやすくなります。顔周りのデザインということを写真を使って、例えば前髪は G で切ってる、ここは、横は L で切ってるっていう具合に、まず一つのヘアスタイルの解読方法から1日目からスタートします。で、それを実際どのようにカットするのかということで展開図のトレーニングを何回も反復をしていきます。つまりこのスタイルはこのように分析をして、それを設計図に落としてどのようにカットしていくかっていう計画性に進化して、それを今度実際カットしていただきます。つまりどういうお客様がご来店いただいても自信を持って提案できたり、技術に落とせたりで計画ができたりっていう能力を養うということを最大の目的としています。